こんにちは。いつも YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。動画の中でご紹介している材料やツールなどは概要欄に添付しています。どうぞご覧ください。さて、本日は、素敵なジンのご紹介をしたいと思います。なんとも美しいエレガントなラベルでしょ？こちらはバッキンガム宮殿、イギリスのバッキンガム宮殿で、エリザベス女王公認のジンです。ご来賓の方々に振る舞われるジンです。ラベルの中、またボトルの奥の絵が、いろいろな草花が描かれていますが、こちらはバッキンガム宮殿のお庭に生息している、草花だそうです。これらの草花をボタニカルとして使い、とっても華やかで全く嫌味のない、さすが、王室御用達の陣だなと思いました。こちらはですね、現在まだ輸入されていない可能性が高いのですが、大森に、110年以上前から続く、松野屋さんの4代目ご主人がバッキンガム宮殿に招かれて、お寿司を握っていらっしゃった時にプレゼントでいただいたものだそうです。こちらのボトルのトップ、はい、王冠が記されています。使われているボタニカルは、レモンバーベナ、それからサンザシとかクワの実といったものが12種類使われているそうです。召し上がり方としては、少し冷やしてストレートまたはロック、私はソーダ割りが合うと思います。もしも出会ったら召し上がっていただきたい人です。